中年オタッキーです。かなり疲れておるんですけどもね、もう連休にも入るということでちょっと動画作っとこうと思って、家に帰るとね動画作れないんで、今日はね以前告知した通り、このカメラの紹介の動画になってまいります。これね、キャノンデミってやつです。初代デミってやつですね。コンパクトでね、ハーフサイズカメラなんですけど、ハーフサイズカメラ、キャノンのハーフサイズカメラの中では一番写りがいいかもしれないですね。はい、それでは紹介してまいります。動画スタートです。はい、このキャノンのデミなんですけどね、1963年、昭和38年、僕が生まれる5年前ですね、に、販売されていたので、当時の価格がね、1万800円、でケースが1000円、リストストラップ300円という細かい価格設定になっておりますね。当時はね、オリンパスペンが、発売されて、そのハーフカメラブームになって、ハーフカメラブーム真っ只中に、まあ、キャノン後からね出してきたっていう形なんですね。で、レンズがね 28mmF2.8、でね3群5枚構成ということでね、結構ね自慢のレンズという、歌っておりますね、キャノンのキャノンミュージアムさんのってことでね。でシャッターがねビハインド式のライトバリューということで、これねこれがね露出を調整するものなんですけども、これ見えますかね、30から250、要はねこれがシャッター速度なんですけども、これを回すことによってねこの下の絞り値、まあプログラムシャッターですね、手動でプログラムシャッターになります。でここに露出計がついておりまして、今露出計の針ね刺してますよね、これにねこう合わせて、これが適正度数みたいな感じでね、これセレンを隠すと、ほらちょっと下がるでしょ、そしたらまた合わせ、これセレン光電池ということでね、セレン光電池が光を受けてこの露出計の針が動くと、でそれにそのダイヤルで、露出を合わせて写真を、撮るというね構造になっております。でなんかこの初代デミには2タイプあるらしいですね。で一番最初のやつがねこの外側のねそのなんていうんですか、外側ですね、革ですね、これが真鍮でできてたらしいんですね、この部品が、それがね初代で、全く同じ形をしてるんですけども、この前後のカバーがアルミ製になった、やつがね、これはアルミ製なんですけど、これはキャノン内ではデミ2って言ってるらしいんですけども、販売の名前は特に変わってないですね。で、いろいろなねこだわりが、見られるカメラでして、まずねファインダーですね。これね通常ねこの手のね、廉価版のカメラって言ったら逆ガリレオ式とかのねファインダーになるんですけども、これはプリズムが入ってるんですね。だから普通はねそのなんていうんですか、ブライトフレームって言ってその線が入ってて、この中が大体構図だよって感じなんですけども、これはそれがありません。つまり見えてる範囲が映る範囲ですよっていうことらしいです。でまあ厳密に言うとパララックスはあるんですけども、レンズの真上にそのファインダーの覗き穴がついてるんで、左右のパララックスはね上下だけっていうことになりますね。でピント合わせはね手動なんですよ。この中のねダイヤルを回して、ピントを合わせるんですね。目測式になります。多少ね目測式コツはいりますけども、日中でね絞りが結構ね絞られてる時は結構適当でもピント合います。でねハーフカメラということでね、よいしょ、まあまあこんな感じですね。よいしょ、ちょっとシャッター速度を遅くしてと、わかりますかねこんな感じなんです。パシってね可愛い音でシャッターが切れます。でとにかくね特徴としてはその小さいんですね。小さくて、
これ iPhone ですけど、その iPhone とね、あの表面積はそんなに変わらないぐらいの大きさで、ポケットにもねスポッと入っちゃうんですよ。で、このカメラ比較的ね撮影がスムーズにいったのはやっぱこのコンパクトで持ち歩きがしやすいっていうね、特徴があるということで、でその作例をね今から、見せてまいりますけども、実はねこれね初めて撮ったわけじゃない、カラーでも撮ってるんですけどね、カラーいまいちのしか撮れなくて、このカメラどうなんだろうと思ってたんですよ。で、まあ一応モノクロでも撮ってみるかと思ってモノクロのフィルム入れたら、モノクロの方がいい感じで映りますねこのカメラ。もしかしたらねコーティングがねカラー向きじゃないのかもしれないですね。昭和、38年発売ということですんで、もしかしたらコーティングがないとか、コーティングがいまいちとか、それでカラーバランスが悪いのかもしれませんが、比較的ねシャープに綺麗に映ってると思います。これハーフですからね、ハーフでこんだけシャープに映ったら全然いいですよね。モノクロで撮ることがおすすめになってくるカメラに、なってまいりますね。まあカラーで撮った、コダックのね、ゴールド200で撮ったんですけども、まあ、色はいいんですけど、ちょっと眠たい感じになるんですよね。なんでかわかんないんですけども、まあ、ただカラーはいまいちでしたね。もう一回挑戦してみようかなと思うんですけどね、あんまり予算がない、予算がないんで。で、このカメラをね、買う時のポイントとしては、特にね僕の動画を見に来てる人、ジャンカー、いわゆるジャンク好きが多いと思うんですけども、これもジャンクでした。これね、5台セットってやつの中に入ってまして、選ぶポイントとしてはね、やはりその露出系がちゃんと動いてるか、動いてても弱ってるやつがいるんですよね。で、できればね、日光がね照ってるところに持って行って、そのガンガンに日が照ってるところに持って行って、針がね全部上まで振り切れるか、というのを、見てもらった方がいいですね。弱ってるやつはね上まで行かないです。だいたいねセレン光電池弱るとね強い光源下でもね上まで行かなくなっちゃうんですよ。で露出が合わなくなってしまうんで、あとそれとですね当たりですね。このカメラねアルミ、初代は真鍮で、2代目はアルミモノコック構造、モノコックなんですね。でもうねこれも当たりあるんですよ。ここに当たりがあるんですね。で、当たりがあるとね、このなんフィルムのね巻き戻しレバーのね動きが渋くなってね、で、フィルムを急走した時にちゃんと急走できなくなってね、細かぶりしてしまいます。で、これも細かぶりするんですよ。カラーの時ずいぶん細かぶりしまして、僕は対策としてね、この先にちょっとフィルムをね緩めといて、回ることは回るんでフィルムを緩めといてね、巻き上げがね軽くなるようにね注意しながらね撮りました。カメラ本体にねダメージなくて、ここだけにしか当たりがないんで、これもったいないんでね、こんな感じで使いました。だからこれもう完全にジャンク品で、これ直しようがないんですね。これ歪んでしまってるんで、ただそこに気をつけさえすれば、ちゃんと写真撮れるんで、そういう人にはこれ向いてるから安く手に入るんでね、とにかくここの当たり特に気をつけてくださいね。当たりはねもう外反がそのボディっていうか構造になってるんで、普通のねフレーム式のカメラと違ってね、もうへこみは致命的です。まあこんな感じですね。カラーデミっていうのもありまして、この針側がね赤とか黄色とか水色とかね可愛いやつもあるんですけども、それはちょっとプレミアがついてるみたいですね。あとデミ E17 っていうのもあるんですけども、デミ E17 ちょっと使ったことがないんで画質とか分かんないんですけども、またね安く入手できるチャンスがあればねテストしていこうと思いますけど、骨董屋さんでね一回もらったんですよ、デミ E17 もらったんですけど、水没品であちこちも錆びついててどうしようもない、手がつけようがなくて再生できないんで、もうオブジェになってしまってますけどね。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じになります。で今日はね俺のカメラのコーナーもありますし、やったやっちまったのコーナー全部ありますけども、作品紹介のコーナーが2名、になってしまってます。はい、それでは作品紹介のコーナーになってまいります。
はい、今回のね作品紹介なんですけどもね、あの2名なんですけども、その2名のねレベルがものすごいです。とりあえずはね、栄太郎さん、の作品を紹介しますね。タイトルはナスがまま、1枚だけですね、投稿されています。カメラがねライカ M4、レンズカールツアイスビオゴン C35mmF2.8、コダックのポートラ160を使用しているということで、この写真ですね、本当はねちょっとスクエアで送られてこられたんですけども、これちょっと見てください。これすごくないですかこの写真。なんかね、椅子のスケール感と人のスケール感がねちょっとね違和感があってね、なんかね異次元空間みたいに見えるんですね。これものすごい写真ですね。なんかね、コンテスト級の写真だと思いますね。これ僕のとこに出していいのっていうぐらいの、作品になってます。栄太郎さんありがとうございますね。いつも寝る前に 見させていただきいただいておりますということで、フィルム時代から始めて写真歴30年、フィルムデジタル半々の割合で撮影してるということですね。はい、お見事です。はい、ありがとうございました。次がですね、どこ行った、消えちゃった、あれどこ行った、おかしいな、あったあったあったありました、すみません、もうねいろいろとねDM に入ってきてるんで、野良旅人さんの作品2枚紹介しますね。1枚目がね缶開け祝い、ミノルタ XD、MD ロックオール35-105mm、ベルビア100。2枚目がね、春の共演、ミノルタ XD 同じく、MD50mm で、富士フィルム400で撮られていることで、こちらもね、これ2枚とももうコンテスト級の写真ですね。これ1枚目のね、これ梅林みたいに、東京の梅林っていう話なんですけど、これもう光の具合が絶妙ですね。ベルビアのね、発色も、あってものすごいいい写真になってます。で2枚目のね春の共演って、もう本当に春の共演ってことで、僕去年のね桜の時期にそのひとひねり欲しいっていうね話しましたけど、まさしくこれですね。前ボケでね菜の花を入れてね青空の下、桜をね見事に撮られてます。またミノルタのねレンズの発色がいいこともあって、2枚ともねいい発色で撮られておりますね。素晴らしいと思います。どちらもね3年前にね撮られたということで、2枚目はね埼玉県の桜と菜の花ということでね、いやーこうどこを探してここに着目するのか、素晴らしいと思いますね。野良旅人さん、ありがとうございます。今回のね作品のレベルものすごく高くて、3枚ともタイトル画面にしたいぐらいなんですけどね、次回何かの写真にタイトルが変わっているかもしれません。はい、作品紹介はここまで、次はね俺のカメラの紹介になってまいります。はい、俺のカメラのコーナーになっていきます。まだまだね待機者がちょっと多いんですけどね、順番待ちになっております。今日はね、2名紹介しますね。一都市九さんの、俺のカメラ、1枚目がねニコン EM AI ニッコール 50mmF1.2S、2枚目がオリンパス OM10、随行 OS50mmF1.8 ということですけども、これ1枚目がかっこよく撮ってますね。これどうやって撮ったんですか。いやーこれはねちょっと現在のタイトル画面も変わったばっかりなんですけど、この写真タイトル画面に決定しました。次のね俺のカメラからはね一都市九さんのこの1枚目、ニコン EM の写真がいきます。2枚目もね面白くなってる。これどこで撮ったんですか。これどうやって撮ったんですか。後ろ真っ白に飛んでますね。
カメラとしてはね、OM10 に、50mmF1.8、この 50mmF1.8 もいい味で映るんですよね。AI ニコルの 50mmF1.2S はね、高くて手が届かないで使ったことがありません。すいません。はい、1-9さん、ありがとうございます。次が、フリートコマンダーさんの俺のカメラ。北斗レンダーね、ビトールですね。レンズがね、カラースコパー 50mmF3.5、シャッターコンバーラビットで、B からね、バルブから500分の1、シャッターがね、プロンターの個体もありますが、こっち、プロンターはね、300分の1が最速らしいですね。ちょっとね、これ、北斗レンダーのね、オールドカメラ、ジャバラのカメラになりますね。これ、ちゃんと動くんですね。富士フィルムの、業務用カラーフィルムと並べてあるんですけど、35mm 版みたいですね、サイズ的にね。うん、35mm 版のジャバラでこんなコンディションがいい。いやー、素晴らしいと思いますね。目測カメラですが、赤や黄色の描写が素晴らしいということですね。使ってみたいですね。でも私実はジャバラカメラ恐怖症っていうね、ジャバラが破れるような気がしてね、恐怖症なんですよ。で、中古屋さんとかでもね、触るのが怖いっていうねあれなんですけどね。いやー、これでもね、かっこいいですね。ありがとう。フリートコマンダーさん、ありがとうございます。はい、今日のね、俺のカメラ、2名の紹介で、まだまだちょっとね、待機者出しておるんですけども、もうね、ほとんど待機者なくなってきたんでね、ぜひ送ってくださいね。はい、それでは次はね、やった!やっちまった!のコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったのコーナーね、ドリームロコモーティブさんからですね、これオリンパスミュー3135ですか、ハードオフでジャンカメラを漁ってたらジャンクコンテンツの山の中から出てきたということでね、値札がついてなかったので店員さんに確認したらジャンク品なので税込み 110円と言われて即購入、電池持っていたからで店内の動作確認はできませんでしたが、家に帰って確認したらすぐに電源が入って、レンズが飛び出してポップアップのストロボも上がってトランスフォームしましたと、フィルムを入れて1本試写もしましたが写りも OK、一度だけね、なんかレンズカバーを開けても電源が入らない時があったんですけども、電池の接触不良だったりで入れ直してから問題なく動いていますと、これでね、コンパクトフィルムカメラね、オートボーイが2台あるので3台目ということでね、デジカメなんか使わずにコンパクトフィルムカメラで写真を撮りまくって修行しろとカメラの神様からの思い示しと思い大事に使っていこうと思っている。これ110円お買い得ですね。まあ、電池がね、これ600円ぐらい確かするんですよね。電池が高いっていうぐらいね。写りもね、試写をされたね、写りありますけど、なかなかいいですね。アグファフォト APX400 の組み合わせで撮影。富士ミクロファインで、次は、ミクロファインか。で、フィルムなんだったんだ、これ。自家現像、フィルムちょっとわかんないな。うん。はい、ドリームロコモーティブさん、ありがとうございました。次がね、やったやっちまったのコーナーで、ちょっとアカウント間違いで送られてきたのをちょっと特別に、どこだ、あれもうね、わかんないや。これだ。これなんて読むんだ。なんて読むんだ。これわかんない。みやびんさんですかね。実は写真のニコンが、4台、ここには3台しかありませんが、F70D がもう1台ついて、ここに写ってるレンズも3台ついて、送料込みで1501円。本体1円で手に入れました。こんなんでよろしいですか?いや、全然こんなんでいいですよ。1円オークション、これ1円でこんだけ買ったんですか?もう1台も写ってないということで、F50、F70、
これちょっと光ってて分かんないな。 F601、レンズもついて、これ1円はこれお買い得ですね。あでも全部これね、あのリチウム電池がいるやつなんで電池代がすごいことになりそうですけど、これやったーのコーナーでね、ヤフーオークションでね1円でねカメラをたくさん落札した、ということになりますね。はい、今日のね動画ちょっとね、まあ、疲れているっていうこともあって、あのしどろもどろですみません。ようやくねその上海のねフィルムが取り上がりました。このカメラで撮ってたんですけどね、上海のフィルムが取り上がりましたんで、現像しようと思ってます。あとね、ミノルタのね、α303SI で、AF3570 で撮った、写真も取り上がってますし、現像間近ね結構いろいろと出てきておりますんで、来週になりますねの動画は、この中から、紹介していこうと思います。でうんちくのね話もね、まあ、何か考えていこうと思ってます。はい、で居酒屋ライブなんですけどね、ナルトのね居酒屋で3月28日、令和2年3月28日に居酒屋ライブを行います。で今のところね参加が2名ということで、3名になってますんで、もう1人2人ね欲しいなと思ってね、3月28日お暇でね、ナルトに来れる方、できればね参加、していただければ嬉しいです。はい、今日の動画はこんな感じになります。で季節が変わってきてね、コロナウイルスとかも流行っておりますし、皆さんね体調には十分お気をつけくださいませ。ここにねチャンネル登録ボタンねまた出てきます。チャンネル登録まだの方はねぜひぜひチャンネル登録お願いします。でねいいねと思った方、いいねと思ってなくてもいいねボタンを押してください。いやそれはそこまでは言わないですけど、いいねと思った方はねぜひぜひねいいねボタンを押してください。いいねボタンが多い方がねなんかシェアされる確率が上がっていくらしいんでね。はい、それではまた次の動画まで、お待ちくださいませ。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたごきげんよう。さよなら。